皆さんこんにちは。あ、おい、ガキども、これは一体どういうことだ。説明しろ。外がめちゃくちゃ暑いじゃねえか。お前らちゃんと水分は取ってるか。水分ちゃんと取んねえとクソみてえな面になっちまうからな。おい待て、カラッカラに枯れてるじゃねえか。誰が水をやった？てかいつから水をやってない？植物も一応生き物だ。ちゃんと丁寧に扱え。おい、これは一体どういうことだ。つるっぱげじゃねえか。おいお前、何度出てきたら気が済むんだ。いい加減笑いをこらえるのが辛くなってきた。ということで今回もバルディ先生実況プレイやっていこうかなって思います。はい、ということで、はい、声真似のスタートでした。よければ高評価をしていってください。はい、今回ですねバルディ先生で、はい、ちょっと何言うのか忘れちゃったよ。凄まじいモッド使ったバルディ先生あるじゃないですか。今回もねそれをね実況プレイやっていこうかなと思うんですが、あのね、バルディ先生の速度をねめちゃくちゃ速くしようかなと思って。超面白そうじゃない？どんな感じになるんだろうね、バルディ先生が超速くなって逃げるみたいな。だけどね、普通にしたら絶対逃げれないんだよ。100倍速ぐらいにするからもうほぼマッハなんだよね。一歩で多分あの端からあっちの端まで行くと思う。はい、そんくらいの速さになると思うんで、今回はアイテムを基本的にずっと常備する形で、あのバルディにね挑んでいこうかなと思います。はい、ここでねこれをやると、ずっと使えるようになるんですよ。はい、これは絶対必要。このソーダはね、これとあとこのエナジーだね、うん、エナジー大事、一本満足。はい、でこれ、はい、プレイタイムでね、縄跳び娘がプレイっつってね、レッツプレイっつって近づいてきて縄跳び強制的にさせられるんで、髪の毛の縄跳びで、はい、あれ超嫌なんで、生理的にすごい嫌なんで、はい、ということでね、これで髪切っていきたいと思います。うん、仕方ないよね。だって髪切る、女の子の髪切るめっちゃひどいよね。だけどやつ髪で縄跳びさせようとしてるからね、強制的に。それは切るわ、怖いでしょ。だってみんなも道端でなんか髪の長いさ、なんか怖い女の人にこうプレイっつって、もういいや、やるわ。はい、よし、これ1ですね。うん、当たり目か。はい、10で1、オッケー、いいぞ、いい調子だ。バルディ、お前にはその気持ちがわからないだろう、縄跳び娘の気持ちが。だってお前はつるっぱげだからな。よし、じゃあこれ取って、はい、こっち2冊目とりあえず解くよ。2冊目解いてから本番だな。よし、オッケー、とりあえずこれ解いて、よし、オッケー。どんな感じの速さなんだろうね。一回やりますよ。ちょっと待って、まだ普通の速度なんです。はい、ちょっと待ってよ、いるよね、いるよね、いるよね。はい、じゃあ一回もうソーダ出しとくか。よし、オッケー。これで、どんくらいの速さになるかちょっと見てみようか。100倍速。オッケー。もうない、これで、はい。ちょっと待って、ちょっと待って。おめえもかい！え？うぅ、早い！あ、待って。早すぎてこっち来れてない。道曲がれなくなってんじゃん。やったー、そういうことできんだ。よし、じゃあもうこれチャンスじゃん。逃げようぜ。あれ、あ、まさまっす。ちょっと待って。びっくりするな。何回もバルディやってるけど、未だにびっくりするんだ、これ。マジか。怖えな、やっぱり。超早かったね。ちょっとさ、道が長いところもさ、試してみたいよね。やってみよっか、どんくらい早いか。はい、ってことで皆さん。今、めちゃくちゃ、長い道に来てます。あの、ラストスパートのとこだね。はい、ここが、多分この学校で一番短い。短いじゃんね、長い道だと思うんですけど、もう監視員にね超バレてるからね、もう一回ポーンって話します。もう全員いるんだよね。バルディ先生ね今3倍速ぐらいになってるんですけど、全員いるな、全員まとめて吹っ飛ばしたな。はい、これがどんくらい速くなるか。ちょうどね監視員とかさ、なんていうの、暴走族、校内暴走族とかもねいるんで、なんかちょうど比較しやすいかなと思って、今100倍にしてみます。よし、端っこ行ったか。さあそろそろ来るだろう。一歩がね、めちゃくちゃ速いんですよ、バルディの。速いよ。え、ちょっと待って、これめちゃくちゃ速いわ。端っこ行って、この距離ですぐワープしてくるってことはもう、これ無理だろ。これ、マハすぎて無理だろ。クリアできるかな？ちょっとね、今のアイテムを駆使して、ちょ、クリアできるか、今回やっていこうかなと思います。やべえな、超むずい。すさまじいモッドなのに超むずいってやばいよね。はい。じゃ、ちょっと待てよ。
もうこれをひたすら使っていくしかないよね。今2冊解いたんで、どうしようかな。やべ、早いな。こっちから行くか。待って待って待って。それは待って。それは待って。マジですかもう。はい、2冊解いてとりあえずここまで来たんですが、どっちから来る？うせうせ。これ後ろ向けない。あ、待って待って。危ない危ない危ない。後ろ向いてたらいきなり前に来てた。これね、後ろ向きながらもね、こう発射できるんですよ。前もできるし、後ろでも発射できるっていう。え、マジか。ちょっと待ってよ。監視員にバレたから、これ、一回監視員、いや、違う、監視員の方行ったら捕まっちゃって、すぐバルディ来るんで、バルディをまず壁にはめよう。危ないぞ、危ないぞ。ちょっと待って、こうやって。ちょ、パカパカになっちゃうけどね。あー、怖い。こらら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 。ちょっと待って、これで、これで、どうにか、どうにか。おー、なった、どうにかなった。よしよし。よし、で、後ろ向きながら、こう。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。これで、徐々にノート解いていくんだけど、やべえ、すっげえ神経使う、これ。こっち行きましょうか。ようやく最初のとこに来たね。ダメダメダメ。大丈夫か、大丈夫か。怖いぞ、怖いぞ、怖いぞ、怖いぞ。発射しまくって。監視員にもね、もうバレてるんでね。一回捕まったらおしまいです。よし、来てる来てる。監視員来てるぞ。よし、オッケー。ちょ、こう、めっちゃ前とこ。よし、これで、マイナス5、2、よし。なんだこの無謀な挑戦。行くぞ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 。出るとき超気をつけないとね。はいはい。ちょっとこれも食べて。はい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 。大丈夫か大丈夫か。いけるかいけるか。よし。よしよしよし。いい感じいい感じ。レッツプレイしない。怖い。怖い怖い怖い。もうどうなってんのかよくわかんない。こっち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 。大丈夫か大丈夫か。入るぞ。4冊目いきまーす。めっちゃ怖い。めっちゃ怖いこれ。みんなやんないとわかんないよ、この怖さ。よし、オッケー。もうね、バルディはね、ホラーって捉えてないから、そんな。だけどね、びっくりしちゃう。危ないぞ、危ないぞ、危ないぞ。気をつけろ、気をつけろ。よしよし。いきます、いきます。あ、危ない危ない。もう監視員にもね、捕まっちゃうんで、もうこんだけね、乱射してればそりゃそうだよな。もうこれは付き物です。よし。4冊目解いたんで、帰ろ、お前ら。あ、待って待って、バルディもうそこにいた。はい、はい、しないってプレイ。はい、オッケー。あれ、あれ、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。待って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 、もう来てる、もう来てる。ここの5冊目大変だぞ。今だ今だ。あ、いや、いいこと考えた。これこっちに吹き飛ばします。その方がいい。やばい、すり抜けてきた。遅かったな。めっちゃ強いじゃん。はい、やっと5冊目です。ちょっと待てよ、待て待て、マジでやばいぞこれ。振り向いて、振り向いてすぐこうやって、もういるから、もういるから、絶対いるから、こうやるしかないな。こうかな。オッケーオッケーオッケー。めっちゃ来てる、いろんなのが来てるけど、こうやりまくってやりまくって出て、オッケーオッケーオッケー。出ます出ます。こっち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 。もうめっちゃバラバラできてる。お前、お前も速くなってどうすんだよ。え、なんであいつ速いの。待って、どっから来てる。待て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 、気をつけろ気をつけろ気をつけろ、マジで気をつけろ。やばいぞやばいぞこれは。どうなってんのこれ。あ、やばいやばい。ちょっと待って待って、なんかおかしいことになってます。なんでー、なんでー。てめえ、俺は怒ったぞ。お前、この恐ろしさ見るがよい。どうだお前、お前にとってこれ悪夢だろう。ほら、これ全部一気に取ってやる。もう何回やったと思ってんの。めっちゃ死んだからね。声が超重なってる。そうですね、いっぱい何冊もねこれ重なってるんで、ノートがおかしいことになるんですよ。よし、いくぞ。うん、ダメだ。マッハのバルディ無理です。はい。超強い。めちゃくちゃ強いな。はい、ということで、よければ面白かったら高評価押してってくれると嬉しいです。強えなこいつ。マッハバルディあかん、超マッハバルディだね。はい、ということで、またバルディ先生面白いのあったらやっていこうかなと思います。ということで、次回の動画でお会いいたしましょう。では、バイ。